はいじゃあそれでは皆さんホワイトボードを移してください経済学の基礎ですねこちら学習を始めていきましょうはいじゃあそれではこちらよろしいでしょうかはいじゃあ早速皆さんですねお手元ご用意ください先ほどのところからテキストですねページ見ていきますと第一章経済学の基礎というところになってきますで第一章の下見ていただきますとこちら 1> 第1節ですね時計数字の大きい一番は第1節経済学の基礎になりますでホワイトボード見ていただきますと経済学の基礎そしてページを開いてくださいでページを開いていくと今度は経済学とはと言ったところになります大きい数字の一番ですねでその下1早速マーカーのポイントですね皆さんマーカーご用意くださいでマーカーのポイントはまず最初に読み上げていきますと経済学は ままず1行目書いてありますね希少な資源を用いてどの財貨を生産し誰に分配するのかを研究することが中心であるというふうに書いてありますでその中の括弧の中特にマーカー強く引いていただきたいのはこの部分です希少な資源ここマーカー引いてください強くでもう一つどの財貨を生産ここも引いていただきたいそして誰に分配ここに引いていただきたいと。 で経済学、まあ、イメージとして捉えた方が分かりやすいですのでじゃあこの部分のキーワードについてちょっと皆さんねイメージを考えていきますとまず一つ目希少な資源、まあ、これ何にしますかねこれまあ鉄としましょう希少な資源は鉄でそしてどの財貨を生産しじゃあその鉄を用いて企業さんが企業さんが財貨ですから車を生産しましょうでさらに誰に分配するのか例えば高い車を作ったら お金持ちの人に分配されるかなとでもちろん一般の車を作ったら、まあ、一般の方に分配されるかなそういうふうに、まあ、イメージしていただきたいそれが今回希少な資源を用いてどの在庫を生産し誰に分配するのかこれを決めていきますよまあなんかこうしごくね当たり前のような形なんですけれども経済学のまず最初のステップっていうのはこの部分から始まってきます。そ、はい、そして皆さんはそうですね この部分につきましてはもう例えば試験受けたという方とかあとはそうですねもう経済学部でしっかり勉強したからいいよという方は一旦こう後回しにしていただいても構いません。ですが初めてそうですね私も初めて勉強した時は相当苦労したんですけれども初めて勉強する方はですねここの部分をまずしっかりと作り上げていただきたい階段の石だめです。でここをおろそかに作ってしまうと 上に上にと積み重ねていった時に積み重ねていった時にどっかでこう崩れる可能性がありますのでまず1段目しっかりと固めていただきたいそういう部分でありますですから初めての方はここすごく重要なんですよと経済の原理原則の部分なんですよということを意識していただきたいただ深く難しく考えてしまうと本当に勉強嫌いになってしまいますので今のイメージであこんなことなのかなというふうに捉えていただければと思います。 はいじゃあ早速下の方行きましょうね。もう一つアンダーラインのポイントはこちらです。括弧1経済学のテーマの中で下から2行目、需要と供給の釣り合う点を均衡点と言い、経済学では均衡点を探すことが中心となると書いてあります。でその中の均衡点にマーカー引いてください。均衡点にマーカー。 そしてその次経済学ではから経済学では均衡点を探すことが中心ここまでマーカーを引いてくださいじゃあなんでこれ探すっていうふうになるのかちょっとこれね深い部分になってくるんですけどなんで探すんですかと。いや別に決めればいいじゃないですかと。ね100円なら100円とかねその時に100個売れると決まりますよねというふうに考えたいんですけど実際はそうじゃなくてまあ皆さん例えば私あの ペットボトボル飲料今撮影の時にまあ必ず用意するのがペットボトル飲料のお茶を用意してますまあブランドはいろんなところありますよたまたま今日は多いお茶なんですけどまあいろんなブランドを飲みますでその時にじゃあ皆さんお茶を買うペットボトル飲料のお茶を買うっていうシーンを皆さん想像してみてくださいその時に例えばまあ海海でまあ海の家がありますで近くに自動販売機がない 近くに自動販売機が全くなくて海の家の中でじゃあいくらで売ってたかっていうと例えば200円で売ってるちょっと高いですよねお200円かと思うんですけれどももし喉が渇いていてもし喉が渇いていて近くに自動販売機がなかったら皆さん200円でも買いますよねこれ山の山頂の方でも同じじゃないですか山っていうのも上に行けば行くほどなんとなくこうねドリンク高くなりますよね それと同じですでその時にはこのお茶のペットボトル飲料は200円という価格になるわけです。でそれはじゃあなぜ200円になるのかっていうとこちらグラフを見てください縦軸が P 価格横軸が Q 数量です。でこの英語の略字が分からなくなっちゃったっていう方は14ページですねこちらしっかりとも皆さん見てください14ページにあります。でそして右上がりのこのこ線 右上がりの曲線が何かっていうと S 供給ですねまあ企業側とかお店側と考えてくださいそして右下がりが需要曲線まあ欲しい欲しいと思う曲線ですから我々消費者ですよねでそちらを考えていただいて均衡点っていうのはこの E イコールの部分でそこで何が決まるのかっていうと今の話で言いますと価格が決まりますよと価格が決まります いいくら何円という価格が決ままってきますで海の家の場合には海の家の例の場合にはこれお茶のペットボトボル飲料は200円といいう価格に決まりままりすすよねそれでも買いますなぜかというと自動販売機とかないからそうですね周りに何もなければそこで買うしかないでもう一つじゃあ例えば、まあ、うちの、まあ、住んでるところの近くだとドラッグストアさんが結構たくさん,んですねでコンビニエンスストアさんもあるし自動販売機もたくさんある。 その中でじゃああるドラッグストアさんでペットボトル飲料お茶の買うときには大体そうですね今98円ぐらいで買えます、まあ、これちっちゃいんですけど 500ml 大体98円ぐらいで98円じゃあ100円とか150円とかで売りたいんだけどって考えてるとそれは売れないですねなかなかお客さんこう賢いですから私もそうですあ98円のとこ安いなと隣のドラッグストアが120円だったら絶対そこの120円じゃなかなか買わないと。 ね、何かない限りは。ですからじゃあ98円じゃあこの時の状況を考えていきますとじゃあなぜ98円なんですかと周りに自動販売機もたくさんあってコンビニエンスストアもたくさんあってドラッグストアもたくさんあってそれぞれが安く売ろうという形で価格をつけてくるすなわち98円の時の状況を考えていきますと98円。 これ違いますね200円の時と98円の時違います同じ財ですよね同じ財でも価格違うのは周りにいろんなこう選ぶ選択肢があるすなわち 競争するもの競争業者がある競争するお店がある時には価格は下がっていくというふうにちょっとイメージしていただきたいとこれは後半部分の例えばニクロ経済学の中でも出てくる内容ですからちょっとこの部分でねなんとなく皆さんの生活の中で感じていることこの辺を経済学のグラフでちょっとインプットしていただきたいと思います。はい、でそののイコールの部分を探探すすすだから探すんですよ お客さんんに対してて買ってもらいたいた企業は探すんですでドラッグストアとか近くに競合がたくさんある時には企業さんは120円じゃ売れれなないよなこれとじゃあでもあまり安く売っちゃうと大変ですよねあまり安く売っちゃうとこれ儲からなくなりますからだからどうするのかっていうといやこれ100円かないや隣で98円で売ってたないやじゃあ97円だというふうに考えていくそういったところに均衡点を探すという意味合いがあります。 はいじゃあよろしいでしょうかまずここがこの1番括弧1番の中の主要なアンダーラインのポイントで続いていきましょうの2番省略しましまたこちらが何かというと「欲望の非飽和性」といったところでこの2番のののの番とこころ欲望の非飽和性このこの中アンンダーライン引いといてくださいでそしてその下の行こちら「きって書いてあるのが「資源の相対的希少性」ここもアンダーラインを引いてください。 でこれはどういうことなのかっていうと人間の欲望は限りがないです基本的にこう勉強とかする時もそうだと思うんですがじゃあ皆さんこの中小企業診断士の資格を受かったらどうしますこれだいたい中小企業診断士勉強する方っていうのは終わって終わりって考える方結構少ないんですよだいたい私の周りでもそうですねまあ大学院に行こうとかさらにこう財務の方を勉強してみようとかいやいや税理士取ろうとか社会保険労務士取ろうとか いうようよにどん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 こう自己実現的にこうねどん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 新しいものを勉強していこうなんてところで欲望に限りがないいわけですこの勉強していく例えば料理とかだとそうですよねおいしいものを食べたらもっとおいしいものがないのかなといったところでいろんなおいしいお店をもちろんお金の範囲内で探していくさあここで考えなければいけないのは欲望に限りがないんだけど今ちらっと申し上げたお金には限りがあるんですお財布の中。 ですからそれが何かというと資源にになりますよね実際には受けたい受けたいと資格を持っていてもやっぱりお財布の中っていうのは限りがあるお金という資源には限りがあるだから均衡点を探さななきゃいけないけ例えば10万円で取れる資格はないのかなというふうに探していくこれが均衡点を探すすなわち欲望は非法和なんですけれども資源は相対的に希少性そうですね 車をたくさん作りたいと思っても鉄がこう鉄を仕入れることができなければ作れないというところになりますので経済学っていうのはこのバランスっていうのをちゃんと考えなければいけないですよでバランスを取るじゃあ何を見つけるのかそれが均衡点といったところになりますこのイコールの部分ですよねここにつながってきますこちらの内容が。はい まあそんなところがですねまあ経済学のまず大きなテーマの中のの2番目になりますそしていきましょう今度はじゃあ経済学割り切りますよテストです試験対策上って私言葉使うんですがテストで点数を取っていくにはどうしたらいいですかといったところになりますでその時に括弧の2番目経済学経済政策の短期攻略というところで重要なポイントはこちらです 仮定を前提としています仮定この部分を皆さん読み落とすと点数取れませんじゃあ仮定ということは何かというと現実の経済っていうのはいろんな要因で動いてますですからすべてを分析するっていうのは実はなかなか難しいことなんですねですから経済学者はある一部分を切り取ってその部分をこちらちょうど 大きいい番の上から2行目に書いてあるところアンダーライン引きながらイメージしてみてくださいギュッと箱庭の世界と割り切る必要ここアンダーライン引いといてください6ページの大きい2番の上から2行目ですね箱庭の世界と割り切る箱庭を取り出してその箱庭を勉強していきましょうというふうになるわけですでその箱庭の世界を取り出す時にねこちら の世界をポコッと取り出していくときに必要になってくるのが過程です例えば皆さんがこちらに書いてあるように時計を買う時私もいろいろとコンサルタントの方にお会いすると結構ですね時計に対してこうすごいいいい大好きななんだなっていう方結構いらっしゃいますするとまあお会いする方でまあ時計見ると「あこれはすごいな」と「300万ぐらいする時計かな」なんてところで、まあ、ちょっとね聞いてみると「お山口さんよくわかるね」なんてこう言われます。 で、私はあの時計のカタログを見るのは好きなんでまあ、買うよりもね。高いんでね。で、カタログ見るのは好きなんですけれどもまあ、実際にあいい時計してるな。じゃあなんでその時計するんですか？とで、私の中ではあまり物の価値時計に対するステータスというのは勘違い方なので、まあ、別に g-shock だろうが、その300万の時計だろうが、そんなにこうなんていうかですね。まあ、時間の狂いとか、そういったところはないはずですよね。むしろデジタルの方が狂わないなんていう方もいらっしゃいます。 ですがその方がやっぱりその300万円の時計をするっていうことはここですよスステータのののの象徴時計の購入動機の中の一つですだから価格は無視なんですステータスでつけてるっていうことに対する、まあ、自分の中のモチベーションが上がるとかまあかっこいいからとかそういったところになってくるですがかっこいいからという人と例えば実用的だからという人と可愛い,いからという人これ全部分析していったらこれはもうキリがない。でですから学者さんは頭がいいので じゃあ一部分だけを切り取りましょうすなわちこちら価格だけを考えましょうとだから経済学の中では価格を考える価格を仮定として前提とするのが非常に多いんですねでそうすると価格が安いから買うっていうことはこちらのグラフの中でも考えられるように価格が安ければたくさんのものを買いますよというふうになってきます まあグラフの中にちょっと赤で書き込んでいきますとこちらですねこの均衡点から価格がさらにこう下がってきますよね価格が下がりましたと安くなりましたっていうとそこで横にずーっと伸ばしていきますとここ数量はこの時よりもこの時の方が大きくなりますよねこっちに向かうに従って数量が大きくなってくるですから価格が下がると数量が増えますよとね。 価格がこの価格からこっちに下がると数量が増えますよということを分析していきましょうというようになるわけですね。そうしないとかっこいいからと考えている人だと価格安くなってしまうと買わないって人もいますからねからなんで300万の時計買ったんですかって言ってやっぱりかっこいいしやっぱり300万するから買ったんだよとなんかこうちょっと不思議な感じなんですそういうこうねニーズもありますお客さんの ですからまずこの過程をちゃんと前提としておいてじゃあどうするのかと経済学を勉強するときに皆さんが注意しなきゃいけないのは深入りはしないんです過程があるっていうことは現実の経済を今から学習する内容で全て割り切れるわけじゃないです。で本当にこう勉強のできる方って例えば今こうね学習していきます今から。 ミクロ経済学マクロ経済学とかいろいろ勉強する時にじゃあ日本の経済はこう考えるんですね日本の経済は今このテキストの中でどこに当てはまるんだろうどういうねこの切り口を考えたらテキストの中でどういうところの切り口を使ったら使ったらですねこの今の経済が分析できるだろうっていうことを考えてはいけないです。ね、興味を持つののはいいんででですすけどあくまもも試験対策用のこれテキストですからでもし 経済学についてしっかり勉強したいという方がいらっしゃいましたら、もうこれ,これ受かったら聞いてください。もういろんな経済学のいい教授は紹介することができます。まあ、この先生はこういう専門家だからこういうふうに、ね、あの勉強した方はここの大学に行った方がいいよっていうのは受かってからにしましょうね。受かってからならばまあ本当に診断しとってまあ大学院とかにこうね進んでいただく。これはもう全然いいかなと思うんですが、受かる前の時にはそこ考えていっちゃうと4年間以上かかっちゃいます。 ですからまずはこんなもんだと箱庭を一個ずつ一個ずつ一個ずつ考えていってでどの箱庭とどの箱庭が関連するのかそれだけを見ていってくださいはいよろしいでしょうかね私もね初めいろいろ考えてしまって本当に森の中で迷ってしまったんですけれどもまあこの箱庭だよというふうにね昔習った先生に言われましてあ箱庭だっていうことなんでもうここだけ考えりゃいいんだと割り切ってから点数がぐっと こう伸びましたんでぜひ皆さんもそういうふういふに点数を伸ばすその時にじゃあ仮定はどこに書いてあるのかっていうとこれは書いてある部分がアンダーラインのポイントいきましょうちょうどこのですね7ページのこの図の上に2行行ったところを見てください経済学では仮定を前提条件として分析するため本試験ではここですねアンダーライン引いてください本試験では問題文中にある閉鎖経済体制の といった過程を見落とさないようにしましょう股間だらん引いてくださいねで必ず過程が書いてありますそれはどこに書いてあるのかというと問題文のところに書いてあります問題文 じゃあ閉鎖経済体制のって言われたら、はい、ちょっとこちら皆さん先ほどの体系図戻ってくださいマクロ経済学のところの体系図を見てくださいその中のどこまでが皆さんね知識を頭の中から引っ張り出してくるポイントなのかと言いますとこちらの中のここまでですね第4章の IS 曲線と LM 曲線財市場と貨幣市場の同時分析までだなと。 この過程によってで国際マクロ経済学の第5章ここのことを言ってるわけじゃないよねっていうふうに線引きをして第4章までの知識で回答できないかなっていうふうに試験のその与えられた問題を解いていくのが実は過程を活用しした得点の取りり方になりますよろしいですかねですからそこはしっかりとですね今の体系図の中のどの部分までのステップを 実際には今回は問うているのかというところをちゃんと家庭で皆さんねあの割り切ってその知識で解いていただきたいそこを無駄にこう拡張してしまうと×の選択肢を選んでしまうことになりますんでまずは点を取るっていうことはそういうことだというふうに考えていただきたい。はい、じゃあ続いていいてききましょう今度は大きい3番目 グラフの攻略ですで中小企業診断士の試験は、まあ、ほぼほぼグラフをしっかりと理解しているかしてないかっていうのがポイントになりますのでまずそうですね、まあ、私も毎年皆さんに申し上げてるんですが何かこうノートをちゃんと作ってノートをちゃんと作ってノートにもうグラフをちゃんと書いてください。 グラフを書いてそのグラフの縦軸横軸がどういうふうに動いているのかっていうのをちゃんと説明できるようにしていただきたいよろしいですかだからグラフを書くだけじゃなくて説明できるようにしていただきたいここがポイントですでなぜかというとグラフの最終形だけこれを覚えていても最近の試験では得点取れませんでどういうふうにグラフが この形に動いていったのかというところをちゃんと中間部分を理解していないと点数取りにくいところでありますので、そこは講義の中でもちょっとしつこく進めていきますね。本当にあの直近の試験でもそういう形の理解を問う問題が出てますので、ま皆さんそこはぜひねあのしっかりと理解をして得点を取っていただきたいと。はい、じゃあ行きましょう。それではまず一つ目、曲線と直線の違い（括弧一番）。で、私あのこちらで 需要曲線供給曲線と言った時に多分鋭い方はえなんかまっすぐ書いてあるのに何の曲がってないのなんで曲線って言うんだろうという思われた方はかなり鋭いです。で実は経済学、まあ、この線の考え方私も昔ね大学の先生にこれ聞いたんですけれども、まあ、こちら直線というのはこう狭い概念なんですね。曲曲線線のの方が大きいで曲線の中で たまたままっすぐに見えるものが直線ですよとこんな感じで覚えておいてください、はい、じゃあなぜそういうことを言うのかっていうと経済学のこの線はどういう線なのかっていうと線自体が点の集合なんですね経済学の場合には。 点の集合が線になってますだからイメージとしては今まっすぐキュッと引いちゃってるんですがこんんなな感じなんですちょっとあの微妙に曲がったりしてますこの点の点々点点の集合が実は皆さんが見た時に線になっているよねというようなところで経済学は考えておりますんでだからまたまたままっすぐに見える直線でももうひっくるめて曲線と言います。 まあそこはですねそんな問題で OK かなとじゃあ続いていきましょう今度は縦軸軸と横軸の確認ここランダーラインのポイントいきましょう例えば以降例えば以降を引いていきますよ例えば縦軸が価格なのか利子率なのかそれとも限界効率なのかここアンダーライン引いといてください線ですねでこれすごく重要ですまず試験が始めって言われたら価格のこう 縦軸が価格なのかもしくは利子率 R なのか、ね、もしくは限界効率なのかこれをパッと見極めていかないと点数取れません。で続いて下側グラ,フをグラフが表している内容が変わる、はい、続いてです、ね、横軸も単位が国民所得なのか消費量なのかをしっかり確認ここもアンダーライン引いておいてください。横軸も重要なんです消費量だと9 国民所得だと Y というふうにそれぞれこれ変わってきますんでまずそこを読み取っていくですから問題を解く時のステップは何かっていうとまずこちらですね問題文このところの仮定を前提としてから次にこの丸二のところですね丸二縦軸と横軸の確認を必ずするとそこで大体問題を回答する準備は整います はいじゃあ続いていきましょう続いてのところが今度はグラフの作りり方になりますこれはこのグラフだけをじーっと眺めていてもなかなかわかりませんが今から学習する内容の中でまずポイントとして押さえていただきたいのはこれはもう読んで字のごとく量が増えるから価格が下がるのかいや価格が下がるから量が増えるのかといったところどっちが先かっていうのをちょっとですねグラフの中でしっかりと理解をしておいてください。 これはもう決まり事です経済学のグラフを考えた、まあ、経済学の大先生方が順番ちゃんと重視してますんで例えば A から B に移りましたと A から B に点が移動しましたといったときにじゃあ移り方として価格が下がったからこちらね数量が増えたのかもしくは数量が増えたから 価格が下がったのか。この赤田をどっちなんですか。下なのか、下丸一、例えば丸二なのか。丸一。丸二なのか、どっちなんですかって言ったところは、ちゃんと考えてくださいね。はい、これがちょうどこちらの括弧三。そして四、これ重要です。ものすごく重要です。この考え方、非常にベースになってきますので。皆さん、まずマーカーのポイントいきましょう。まずは。 点の移動とはというのが書いてありますここもずっとマーカー引いてください曲線上の点の移動とは需要曲線で価格が下がれば需要量は増えるように需要曲線上を変化する動きである を全部2行マーカーで次も2行マーカー引いてください曲線のシフトとは不況などによって世の中の需要そのものが変化した時に需要曲線自体が左下にシフトするような動きここ2行全部マーカー引いてくださいここものすごい重要ですで今皆さんホワイトボードに書いてある点 A から点 B の動き点 A から点 B のこの動きってありますねこちらに動くで動く時の まあステップとしては価格が下がるから数量が増えるというふうになるんですけれども一応青の方をちょっとメインに取っていきますねでそうするとそれで A から B に動きましたこれを点の移動と言いますさあここでポイントは何かっていいますよね最初の価格を P 1としてで次の価格をいくつにするのかっていうと P 仮に0とします逆の方がいいかな P0 P1 から P にしましまょうねこれはもう記号なので考えてくださいこんなふうにそうすると価格がこう下がってありますよねで数量が90から91になりましたでこれは今点の移動を表したものなんですがどうですか点の移動っていうのは縦軸と横軸で説明できますよね ここ重要なんです説明できるかできないかってちょっと割り切ってみてくださいここもイメージです重要なポイント縦軸で横軸あごめんなさい縦軸と横軸で説明できるものが大体この点の移動になりますでシフトというのはこちら不況不況などによって世の中の需要そのものが変化したじゃあ不況ということはどうなのかっていうと売れなくなることですよね 売れなくなるっていうのは欲しいと思う人がま少なくなるそんな形すると需要曲線が仮にこちらに移動していきますとちょっと重なってすいません需要曲線何にしましょうかねえっと丸一となってますのでテキストがじゃあこれが丸二だとします需要曲線黒の丸二とするとどうなのかというと同じ価格の時に同じ P 0の時に数量は Q ゼロなんだけど黒の少なくなくってしまいまいすよね同じ価格なのに少なくなってしまいますよねとそうですねこの D のところで価格数量という形で少なくなってそれはまあ不況だから何か物を買わなくなるよとこういう話になります。じゃあ逆に逆にこの公共になったらどうします景気が良くなっったらら要曲線はこちらこっちちきますよね 例テキストには書いてないんですけどもしあれだったら書き込んでください D3○3 とそうすると同じ価格の時に同じ価格の時にこの辺にぶつかりますから数量は非常に増えてきますよと例えば最初の段階が Q1 よりも大きくなっていく Q0 とで Q0 ここは ○3 としておきましょう。 分かんなくなると困るんで、これ丸二ですね。はい。で、ここの九ゼロは何かというと、これは丸一の重要曲線のものですよ。はい。じゃ、あここで先ほどの原則でいきますと。不況と公況っていうのは、グラフの中に。ないですよね。グラフの外のことによって、動く。 それがシフトとなりますグラフの中縦軸横軸が説明できない縦軸横軸じゃ説明できないこれがシフトとなりますはいここしっかりと覚えておいてくださいこの切り口を覚えておけばですね難しい問題でもその切り口だけで点数取れる過去に出てますから皆さんそういうふうに応用していただいて一点でも多く取っていただきたいと思います はいじゃあ続きまして今度は大きい4番ですね理解のための基礎用語に移っていきたいと思いますのでまずこちらホワイトボードしっかりと移してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボード移してください理解のための基礎用語こちら学習を始めていきましょうじゃあそれでは皆さんこちらホワイトボードよろしいでしょうか はいじゃあ早速ですねお手元皆さんテキストご用意ください大きい4番目こちら理解ののためめ基礎用語学習を始めていきますでまず初っ端は何かって言いますとトレードオフと機械費用ですねでこの「機械費用」とか「トレードオフ」という言葉はちょっと聞き慣れない言葉の方もいらっしゃると思うんですがこれ日々ね皆さん直面してます今回のこちらテキスト見てください この上司に飲みに誘われたというケースとあとは、まあ、こちらアルバイトを休んでで合、まあ、合コンですね行く場合、まあ、これはですね学生の方も社会人の方もこれ常にこうなんか直面してそうなケースですよね、まあ、一応そういった形で入れました。ですので日々皆さんはトレードオフと無意識に機械費用というのを考えて行動しているというふうに考えていただきたい。 そこを経済学は一応学問なので少し難しい言葉で説明しているとこんなイメージで捉えていただきたいとじゃあそれではあの上司のケースはそれぞれ皆さんでも簡単に書いてありますんで読んでいただきまして後半部分ちょっと合コンのケースで進めていきますねでその前にアンダーラインのポイントですアンダーラインのポイントはどこかって言いますとちょうどね真ん中より下こちらちょっと読んでいきますね一般的に何を放棄するかは損得勘定で考える場合が多いその次です その次マーカーカ用意してくださいねで何かを選択した時放棄したものを機械費用これをアンダーライン引いといてくださいここの部分ですね何かを選択した時放棄したもの機械費用まあそういうふうに考えてくださいという部分そこアンダーライン引いといてくださいでこの機械費用は何かを 選択した時に何かを放棄するこういう考え方でじゃあそれはなぜ起こるのかっていうのをちょっと掘り下げて皆さんに紹介していきますと今回のケースの中ではアルバイトを休んで合コンに行く場合機械費用を加味した合コンの費用は4500円ではなく4500円プラス発生の1万2500円。 ととなるるいいうふうふに書いてありますすこれが機械費用を加味するじゃあなぜ加味しなければいけないのかっていいますとそれは時時間がが同じ場合っていう時がありますでそれどういう時かっていいますとアルバイトが18時からで合コンも18時からの時には同じ時間帯で2つのことをするっていうことはなかなかできないのでまあ合コンに行きたければアルバイトを休んで合コンに行きますよとこうなりますよね。 これががもし時間がかぶらないそうです、ね、アルバイトが18時までで18時から合コンならば、まあ、ちょっと遅れるかもしれないけど、まあ、俺参加するよという形で遅れて参加して両方とも得ることができると。ですからトレードオフが生じる時っていうのは例えば時間が重なるというような時に どちらかを選ばなければいけないときですね選ばなくてもうまく両方を手に入れられるときっていうのはトレードオフっていうのは生じませんよねここが一つポイントになります今すごく簡単に言いましたけれどもこの概念を皆さんインプットしておいてくださいじゃあトレードオフが生じるときには機械費用が生じてきます で、そしてなんで機械費用今ここの部分をくどく学習するのかって言いますと、くどくど今言ってますよね。なぜかと言いますと、この内容は実は財務会計にも出てきます。ですので、機械費用は横にですね、財務会計と財務という風に書いておいてください。で、財務会計のファイナンスのところで出てきまして、その知識の内容は二次試験まで突きまといます。 ですからここ今のうちにイメージでも結構ですからしっかりと理解しておかないと二次試験のこの財務会計のところまでこう引っ張っていきますので注意していいいたただきたいと思いますでもちろん財務会計をもう先にこの経済学よりも先に学習された方はぜひファイナンスの部分を思い出していただきましていやまだ財務は勉強してないよと経済から今勉強してるっていう方は一応財務会計でもうちょっとしっかり学習していくっていうことをぜひ覚えておいてください。 ねまあ、せっかくなんでねこの科目の関係性っていったところは最大限に出していきたいなと思いますじゃあそこでいきましょうまずはここでトレードオフっていうのは何かっていうと、まあ、どちらかを選ばなきゃいけないバイトを休んで合コンに行くそれがトレードオフですよね選ぶでそして機械原価じゃなくてごめんなさいね機械費用で何で今原価と言ってしまったのかと言いますとこれ。 機械減価という表現は、財務会計の中では機械減価という表現も使います。ですから、私もよく間違って言っちゃうんですね。間違ってはないんです。両方とも同じ意味なんですけど、経済学の本の中ではそうですね。まあ、多数派が機械費用って書いてあるんで、一応機械費用と言います。けれども、実際に財務の中では機械減価という言葉も使っていきますんで、そこもね。せっかく私間違ったのをね。あのプラスにしていただきたい。皆さんも覚えてください。はい、じゃ、それではですね。こちら数字のところで。 足すとということじゃあアンダーラインのポイントは何かというとこちら機械費用を加味した先ほどマーカー引いていただいたところから2行下を見てください機械費用を加味した合コンの費用は4500円ではなく4500円プラス8000円イコール1万2500円となるここマーカー引いておいてくださいこれしっかりとマーカー引いておいてくださいあ足すんだなと。 選んだ片割れにかかるものは足すんだなと言ったところをぜひぜひ選んだ片割れっておかしいですね選ばなかった方ですね選んだ方に選ばなかった方のこの金額を足すんだなとそんなイメージを持っていただきたいとはいじゃあ続いていきましょうそういうところがトレードオフと機械費用で今の理解はここまででオッケーですはいじゃあ続いて限界限界って何ですかって言うとまずアンダーラインのポイント皆さんこちらですね 2番目の3行目上から限界とはの次アンダーライン引いてくださいマーカーですね何かが少しだけ増加した時他のものがどれだけ増加するのかの割合はいここをマーカー引いておいてくださいじゃあこれどういうことですかと言いますとこれグラフでちょっと説明していきます限界というのはどういうことかと言いますと100円の価格で10個売れると。 まあそういったまあこの需要曲線があったとしますねある製品の需要曲線はいでその製品の価格をそうですね90円に下げましたと90円にそうすると変化はこの部分10円下がったとなりますねですからここの中では10円マイナスと三角にしましょうマイナス10円下がりました すると90円の時のこの需要曲線上で考えていきますと横に点々点と伸ばしていってこれいくつぐらいにしましょうかね大体いい倍ぐらいですねですからここは20個この需要量が増えたよという形になりますとこの差額は差額というか要は差は10個になりますね10個はいで10円下がると10個増えましたと。 と,いうところでじゃあ限界ってどこを指すのかっていうと0から20個という量を指すのではなくて変化したこの差額の部分ですね差額っていうと、まあ、もしかしたら厳密に言うと違うかもしれないんですけどイメージ的にはこの差額のこの10個の部分これ少し動いたと少し変化したら少し動きましたこの部分がまあ限界というイメージで捉えてください。 よろしいですかそんなところですですすからまた問題においてあ限界ってこういうことだなっていうのをですねまあ、後半部分のテキストのところで見て取れるかなと思うんですけれども問題文とかを見てもあ限界ってきたらそういうことかなというふうに理解してください。いろいろとですねまあ 別冊の方のこちらあの過去問集の方ありますね生鮮過去問集の方でも限界って言葉出てきたらあこんなもんだなというふうに考えてくださいはいではよろしいでしょうかここまでこんな理解でまずは結構ですじゃあそして限界の概念の次に出てくるのがこれ言葉のところなんでポンポンいきますよまずはニクロ経済学と古典派そしてマクロ経済学とケインズというところになります じゃあまずはミクロ経済学と古典派でミクロ経済学がどういう体系になっているかというのは先ほど学習した体系図を見てくださいこちらの「速集テキスト」の最初の方で見開きで見ていただいた体系図ミクロ経済学ってどういうものがあるかなというふうに体系図をまず見ていただきたいそこで復習してくださいでイメージとしましてはミクロというとイメージ小さい感じですね ですからミクロはどちらかというと企業とか一企業あとは家計家計っていうのは何かというと私も皆さんもそれぞれ家庭がある方は家計ありますよねそれと同じです個人の方も家計と言います、はい、ですから企業とか家計そういったところがミクロというところ。 個々を見ていくみたいなそんなイメージで考えてくださいもちろん若干この一つの市場を見ていくところも出てきます例えば河川市場とかね、独占市場とか市場を見るところもあるんですけど範囲としてはマクロより狭いとでマクロというのはちょっと青で書いていきますとマクロ経済学っていうのはこれは一国全体と 一国全体一つの国全体とか、まあ、国際マクロになるとこの世界的な経済の中での一国というね、まあ、そういった世界の中の一国そんなイメージで捉えていただきたいとね。ねでその中で今出てくるのが今度はここはもうイメージで結構ですよマクロミクロは。ああのの体系図の中にも書いてあったかなと じゃあそししていきましょう古典派とケインズ派そこをクローズアップして見ていきたいと思うんですがまずはちょっと色を同じにしていきますね古典派そしてケインズ派というところになりますさあ古典派ってじゃあどういうことですかというとどういうものですかというふうにね考えていただいた方がいいものではないですねどういう考え方ですかというふうに考えていただいた方がいいかなとじゃあカッコ3番目いきましょうまずアンダーラインのポイントは2行目。 誠意の法則これがもう原理原則になります誠意の法則とは供給は自ら需要を作り出すここアンダーライン引いていてくださいですからまとめながら進めていきますとまず固定派で出てくるのは誠意の法則とこれ試験出ました かなり昔なんですけれどもね試験に出てます正義の法則って供給は自ら需要を作り出すですから供給が先です供給が自ら供給は自ら需要を作り出すすなわち作れば売れる簡単なイメージで言うと作れば売れるということです物を作れば売れるという考え方これ本当に嬉しいですよね あの早稲田出版も出版社なんで作作れれば売れるっって言ったらどんどんんりますよですがそれはそうはいかないねそうはいいかない今のこの経済社会の中ではそうはいかないですねたくさん作ったって売れ残っちゃったら在庫になってもしかしたら捨てなければいけないとすると損になってしまうと。ですがこのじゃあなんでセイというまあその学者さん頭のいい学者さんはこんなことを言ったのかと。 今の経済で言ったら違うじゃないかっていう方の方が多いんですがこののの法則を考えた時っっていううは時代がちょっと違うんですよ古典派ですから時代ちょっと昔なんですね。で昔は例えば皆さん企業経営理論でマーケティングの勉強をしたことがある方もしくは今からする方でも結構です。マーケティングの中にこのマーケティングのこういろんな変遷っていうのが載っています。例えば 生産者志向とか消費者志向とかそういったところのマーケティングのこの変遷が出てますこれを皆さんねもしテキス読むときは思い出してくださいで、その中で出てくるのはこの時代によっていろんなマーケティングも考え方が変わるんですね例えば作れば売れると言った時代の時にはまあたくさん作ってより安くすればこれは売れるよねとより安くすれば売れるよねとまあこういう時代っていうのもあったんです ですが消費者志向とかになってくるとやっぱりお客さんのニーズに合わせてまあ例えば皆さんがお客さんだったら私もそうですこれだと思う商品じゃないとやっぱ買わないわけですよお財布のひもが硬くなるからね紐がねぎゅっとですからそんなイメージだから繊維の法則っていうのはその当時は必ずしも間違いではないというふうに捉えてください、はい、でそして供給や自から需要を作り出す。 で具体的にはじゃあどういうところを研究するのかって言ったら先ほど触れたように家計,です、ね、家計の中心である家族の満足満足とこちらあ満足を最大にする行動と、ね、ここを学習しますよと家族の満足度を最大にする行動これを学習する。もう一つは 企業側企業のこちらちょっとアンダーライン引いといてほしいなと思いますまず企業のここね利潤最大化ここアンダーライン引いといてくださいマーカーポイントです利潤最大化の行動分析が中心こちら結構重要なんですよ忘れないでくださいね利潤最大化っていうのは要は儲けたいどん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 儲けたいっていうそういった企業の活動ですいや儲けすぎたからいいわという感じじゃないんですよもうどんどん儲けていこうと。 利潤を最大化にしていこうというふうに考えていくまあ、企業の行動ですよとそういったところでイメージしていただきたいまあ、この辺もねいろいろと諸説あるんですけれどもまずはそんな軽いイメージにしてじゃあケインズ行きましょうマクロ経済学とケインズ古典派ははいこちら市場メカジニズムによる価格の収縮性ここアンダーライン引いておいてくださいこれ古典派のこと言ってますよねカッコ4のところの1行目 価格の伸縮性とこれ必ず覚えてておいいください価格が伸び縮みするこれどういう意味かというとまあゴム紐みたいな感じですねゴム紐みたいな形で価格がビヨーンとこうね下がったり価格がビヨーンと上がったりみたいなそんなイメージで伸縮性。 により需要と供給は一致する。ですからこれどういうことを言っているのかっていうのはテキストの次のページとリンクしてくるんですが、価格が動くっていうことはこれどうなのかと。例えばはじめ100円で売り出してましたと。さあ売れない、売れないってなりますね。そうするとじゃあ50円だと。また売れないと。じゃあそれで30円だと。いうふうにしていくとあ。 売れたという形になると、ね、でそれどっかで見たことありません皆さんこのでここで売れたとこれあの私あのスーパーで販売していたんですよ惣菜を、まあ、昔あのスーパーマーケットを勤めてましたその時に5時ぐらいになるとお惣菜っていうのにねこう半額とか100円引きってこのシール貼っていくんです。 でこれはね主婦の方にとって非常に嬉しいことで、まあ、私がこう出てくる時間にみんな待ってるんですよ大体4時50分ぐらいになるともう引かれるの分かってるんですね今買ったら500円のお惣菜が100円引きになったりするわけですよあと半額とかで私が一番ですねこのシールの中で一番こう優越感を持ってピタッと貼るのがこの半額シールですね半額シールを貼るとパッと買われます50円ぐらいだと500円のお惣菜だとうんってこうちょっとね みんんな見てるんですよ早く半額貼れよ店員みたいな感じで見てますそれで私がこう例えば半額を、ね、貼るとパッと取っていく、ね、でまた半額を貼るとパッと取っていくで10円引きっていうのを取るとパッと取ろうとして取らないみたいな、まあ、そういう形がこの価格の伸縮性ですだから今でも残ってるのはまあそうですねスーパーのこの5時以降のね総菜サービスみたいなそんなところのイメージで考えていただきたい動くんです そうすると売り切れるんですけど実際にじゃあ車とかってどうですか車ってもちろん値引きしますよねいろいろと買うときにちょっとディーラーさんに行ってこれちょっと負けてよっつったら「わ10万円ぐらいは」ここ負けてくれますですがですがじゃあこれ半額にしてよと8割引きにしてよというのはさすがに通らないと思うんですよ相当欠陥がなかったりする限りはねですから中古とかですからそれはなかなか難しい。 でじゃあなぜ難しいのかっていうとそこがケインズ派がこう台頭してきた一つの理由になるわけですこれ後半戦でちょっと見ていきますねじゃあここで価格が伸縮性でどんどん下がっていって売れるならば強行いいうのはないわけですよみんな買うから。でそれがそうはいかなくなったことが出てきたのがこちら10ページ見てください。年皆さん覚えましたよね 世界史とかで1区2区の世界恐慌って私覚えました当時、ね、世界恐慌によって売れ残ったわけですおかしいと売れ残らないはずなんですよ性の法則でいうと実際に作れば売れるとそれが売れ残っちゃいましたよというところになってきますおかしいいななという話になったんですよじゃ売れ残ったっていうことはこれどういうことなんですかっていうとここで出てきたのは要はお惣菜の話じゃなくて車とかそういうものですね耐久消費とか あとは家とかもそうだと思うんですねそういうものが売れ残ってじゃあ売れ残るとどうなのかっていうと売れないからお給料払えないじゃない企業はお給料払えないってことはこれどういうことなのかって言いますと大量のまあ超過供給超過供給っていうのは物が余るっていうことですはい皆さんアンダーライン引いといてください10ページの上から1,2,3 4行目超過供給が発生して大量失業に至ったここアンダーライン引いといてください 超過供給っていうのは何が生じるのかっていうと、価格のふ伸縮性がこれがない。×ならば売れ残りになりますね。売れ残り。売れ残りになると供給が多くなっちゃうんですよ。供給。供給がものすごく増えて、で結局どういう供給になってしまうのかっていうと、超過供給になってしまうと ちょっと下でごめんなさいね。超過要求。このようになってしまいますよと。そうすると売れないとお給料払えないじゃない企業は。だからリストラをして失業というところにつながりますよと。ちょっとここ省略しましたけどね。お給料払えないから失業とこういう話になってきます。はい、じゃあそれではですねそこをまず考えながら進めていきますと古典派だとこれもうニッチもサッチもいかないんですよ。ちょっとまずいと。そこで出てきましたケインズ派。 じゃあケインズ派が唱えたのは何かっていうと需要そのものを増やさなきゃいけないでしょうと国が政策をちゃんと出してそれが有効需要の原理さあアンダーラインのポイントその次です。のところを見ていきましょう10ページのところの上から 1, 2, 3, 4, 5, 6行目総需要の大きさにより国民所得が決まり雇用も決定するという有効需要の原理。 を提唱したここずっとアンダーライン引いておいてくださいちょっとまとめていきます有効需要とですからケインズさんは需要を増やさないとダメと供給してもダメと有効需要の原理という形で需要を増やしましょうとじゃあ誰が増やすんですか誰が増やすんですかって言うとその有効需要を増やすのは政府の 政策で増やしましょうと例えばダムを作ったりとか鉄道を作ったりとかね政府の政策これで増やしましょうということを考えたでそして大統領として、まあ、それを実行したのがニューディール政策と。 いうところになりましたルーズベルト大統領ですねはいまあ、そんなところがまずここの中でしっかりとまず皆さんがまとめていただきたいというか覚えていただきたい部分ですここポイントですねでここは何かというと有効需要の原理っていうのは国民所得省略しますよこれ y 国民所得は何によって決まるんですかっていうと総需要の大きさ 総需要の大きさまあ YD というふうに後で出てくるのでこれが総需要と総需要の大きさによって決まりますよっていうところをちょっとインプットしていただきたいはいよろしいでしょうかねこの部分がまずはマクロ経済学とケインズのところで図も書いてあるところになるかなでケインズ派とケインズ派とあとは古典派っていうのは仲悪いです基本的に。 なぜ仲悪いのかっていうともともとケインズさんは、まあ、古典派のところでで勉強していたんですよそうですよねだってケインズ派ってなかったんだからで一生懸命勉強していて、まあ、この世界恐慌の時にこう論文を出したんです。で今までの学派の理論じゃね駄目だっていうことを言ってじゃあ新しく私の理論で経済を説明しましょうっていうふうに、まあ、一種こう新しい派閥を作ったわけですよ。 そしたら大体この日本の政治だってそうじゃないですかね元々の政党から別のこうね政党を作ってこう派閥が分離していったらそこはなんか固っぽくなりますよねそれと同じですですから古典派とケインズ派っていうのは常に理論の中ではですねまあいがみ合ってるとか対立する関係でありますよとでそして試験の中でもここ重要なのは 古典派の理論とケインズ派の理論ちゃんと区別して分かってますかという問題が出てますその区別して分かってますかといったところが実はこういった部分なんですねこの部分ですから政府の政策に依存するなんてことが出てきたらあ、これはケインズ派かなというふうに当たりをつけていただきまして逆に経済政策とか政府の政策は無効であるみたいなキーワードが出てきたら、うん、これ古典派かなと そうなんですね古典派は市場に任せてればいいんですよ。市場に任せていれば価格が勝手に動きますよと。市場に任せていれば価格が勝手に動いて、まあ、売り切れますよというふうに考えます。でケインズ派は政府がちゃんと考えなければいけないですよと。 ですから市場に任せてればいいっていう古典派の立場から言うとケインズの政府の政策っていうのはあまり意味ないよっていう理論を展開するわけです今後ですねまあそういうところがまず最初こちらマクロ経済学とケインズとあとは古典派ねミクロ経済学と古典派といったところで試験の中ではほぼほぼマクロはもうケインズになりますですが古典派のところではやっぱりあケインズ派ねあのミクロ経済学の方ではあの古典派と。 でほぼほぼマクロの中ではもうケインズというふうにこれうまく分かれてきていますので、まあ、試験対策上はなんかマクロが出てきたら多分ケインズがメインかなみたいなね古典派の時には古典派のとか出てきますのでその過程を見逃さないでください。はいまあ、そういったところがですね今ちょうど10ページにかけている内容でありましてそれから次にちょっとホワイトボード切り替えていきますで今度は弾力性とか物価という考え方に進んでいきたいと思います。 はいじゃあそれではこちらホワイトボードを切り替えていきますので移してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを移してください弾力性ですねこちら学習を始めていきましょうはいじゃあそれではホワイトボードこちらよろしいでしょうか はいじゃあ早速ですね皆さんお手元ご用意ください。の番目弾力性ですね一緒に学習を始めていきましょうはい、じゃあそれではですねまずマーカーですねアンダーナイフいていきます。で今回は弾力性ですのでまずこの1行目まず1行目ですね経済学でははい次です。何かが1%変化した時。 他のものが何パーセント変化するか、まずここにアンダーラインを引いてください。マーカーですね。で、その次需要で考えるとという形でテキストは置き換えてます。さあ次の括弧の中もマーカーを引いてください。行きましょう。価格が1%下がると、需要は何パーセント増加するか、ここまででそのことをホワイトボードのこちらにも書いてあるんですが。 需要の価格弾力性という表現になります。で今回需要の価格弾力性で今から弾力性そうです、ね、経済学経済政策の中では、まあ、過去の取材傾向を見ていっても非常にですねこう取材の頻度というか弾力性に関連した問題っていうのは非常にですね、まあ、そのものが出なくても弾力性の知識がないとなかなか解けない問題を含めるとかなりの取材頻度が高いと。 いう問題の領域になりもう問題というかね知識の領域になりますですからこの弾力性は一応ここで触りを学習しておいて後半で式とかそういった内容についてはもうちょっと詳しく学習していきますんでまずはこの弾力性のイメージそして下の方にですねテキスト事例でゴム紐の例が書いてありますねゴム紐で考えるとといったところで弾力性が高いということはゴム紐が ビヨーンと力を加えたら伸びるで弾力性がまあ小さいとか低いとかそういった形で考えるときには力を入れてもグッと力を入入れれててももとととゴム紐がグッとこう伸びないとだからビヨーンと伸びるかなかなかグッと伸びないといったところで弾力性の例についてこちら書いてあるんですがそのゴムひもの伸び方っていうのをですね考えていただきたい時にこちらグラフ。 グラフとと弾力性のの関係っってていいいうのをししかりとインプットたただきたいですからここでは細かい式云々じゃなくてゴムひもがビヨーンと伸びるっていうのはグラフの中のどういう部分を指すのかといったところをしっかりとここではインプットしていただきたいその時のキーワードが弾力性の横に横にですねかっこを力性の横にですね傾きと 傾傾ききと書いいてください傾きですねですから弾力性を語る時に本試験の問題で傾きは切り離しにくいものになりますから常に傾きをセットで覚えていくようにしていただきたいと。はいじゃあいきましょうまずはじゃあゴムひもの考え方を傾きで考えるといったらどういうふうに見ていくのかといいますとまずですねこちらそうですね2つのグラフがあります。需要曲線 D D1 で需要曲線 D, D、D2 となってます。この手の問題、これ実は本試験に出たことがあります。この傾向ですね。はい。で、縦軸が価格 P、横軸が Q 数量という形になりまして、例えばそうですね。はじめ100円でした。100円の価格で販売していました。はい。で、その時に下に点々点点点と落としていきましょう。 まあ数量はこここででしたとこうなりますねでもう一つ D2 の方はちょっと青で書いていきます。こちら点点点点と書いていきますとまあ数量はここでしたと。はい。じゃあその時に。 続きましてその時にじゃないですね続きまして100円だったものに対してまあ今回テキストと同じように考えるとまあ価格を下げるわけですね下げる下げた時にどれだけ増加するかという話なのでまあそうですね80円ぐらいにしましょうかね100円でたいこの辺真ん中ですからまあ80円ぐらいにしていきましょう80円80円ということはまあ約20%ぐらいのダウンになりますよねでそうするとじゃあ黒の方いきます 80円になった時にさあちょっとこれ重ならないように書きたいんですがこれだけですから幅としてはここまでの短い間が動きました数量ねちょこっと増えたというと元の数量から考えても同じ数量にはなってませんよね元の数量から考えても同じ数量にはなってない100円の時にすでに売れている幅に対して幅がちっちゃいとこうなりますよね はいでもう一つが何かと言いますとじゃあこちら80円になった時に傾きが急ではなくて緩やかな D2 で見ていきますとこうかなりちょっと曲がりましたねかなり増えてますと初めに対してまたビヨーンとこう増えていってますよとはいですからここをちょっと考えていただきますとこちらの内容で。 ちょっとここ書き直しましょうね傾きと弾力性の考え方を見たときに同じ力を加えましたここ20円下げる20円下げるっていうことはだいたい20%価格を下げましたとで、そうすると価格を下げたという力に対してこれしか動かないもっと動くですよねそうするとどっちのゴム紐の伸びがビヨンと伸びたのかっていうと D2 の方が伸びましたよね こうよろしいですねでそうするとじゃあ傾きとリンクさせて考えていきますと傾きがこの D 2はこれは緩やかかじゃないですか傾きが緩やか。で D 1は何かっていうと D 1は傾きが急ですよね。ということは需要曲線の傾きが急なほど弾力性は 小さいとなりますよろしいですねで需要曲線の傾きが緩やかなほど弾力性は大きいとなりますこれ皆さんしっかりと傾きと弾力性このまあ、セットでインプットしていただきたいとここ非常に重要になりますので今からずっとですねこの考え方っていうのはどこかの問題で必ず出てきますから本試験の中でも ですからまあぜひ皆さんこの時点でまずこのなんていうのかな傾きと弾力性の関係をしっかりと皆さんの中でこうイメージ付けるというか意識付けるというかインプットしていただきたいと思いますはいここだけで大丈夫ですまずはここをしっかりクリアしておけばあとは式とか覚えるだけなんでなんとかなりますはいじゃあ続いていきますね今度はこちらの内容でいきますと物価と物価指数という話になります はいじゃあ続きまして物価と物価指数ちょっとテキスト見てくださいかっこの丸じゃあまずマーカー引いていきましょうマーカーは上から1、2、3行目はい物価を考えるときにはしょっぱなからいきましょうね、皆さん物価を考えるときには経済に占める割合の大きい財サービスの価格は大きく反映しで次。 経済に占める割合の小さい財・サービスの価格は少ししか反映しないように重要性を考えて平均するここまでマーカー引いておいてくださいでこの重要性を考えて平均するっていうことを何というのかと言いますとそれがこちらこのようにの次またマーカー引いていきましょう重要性に基づき平均していくことを過重平均というと。 ここまでまあか過重平均ということは覚えてください必ずですねでこれどういうことかというと例えば日本の経済においてそうですねこちら経済に占める割合の大きい財って何ですかね皆さんがピンと思いつくまあいろいろありますよね大根とかリンゴとかナスとかあのきゅうりとかまああるんですけどまあ車って大きくないですかどちらかというと車とか こう建設のなんか機械とか輸送の機械とかなんかあるじゃないですかいろいろそういったこう大物のねそういったあの耐久消費財っていうのかまあ耐久消費財ってわけじゃない生産材にも使われますんでまあそういった大型のこう設備とか機械とかこういった車ってありますよねこれっていうのは上とどうですかね この実際にウエイトはなななんんか重い感じになりますよねそんな形ですですからもちろんリンゴも、ね、大根もきゅうりもすごく大事なんですけれども経済に占める割合の大きいものをちゃんと大きく反映していきましょうというふうに考えていくのがこの物価といったところです。 ねまあ、今産業財って言いましたけど物価の消費者物価指数だとあの消費財になってきますけれどもまあそういったところこんなイメージでまず捉えて頂ければと思います。これはそのあのここれはまでででで結構ですそんなイメージで大丈夫で続いていきましょう物価指数じゃあこの物価っていうのは100円80円とこの例えばペン1個ずつを考えていくときには80円とか100円っていう考え方でももちろんいいんですけれどもまあ商品ってたくさんありますよね。 いろんなこう材商品というのがたくさんある時にはまあそれをやっぱりこの平均化して何らかの指数で考えていかないとわけわけかんなくなくりますですからじゃあここで物価指数のところのマーカーポイントを見ていきますといきますよ2行目じゃなくて3行目3行目ですね個々の財やここからマーカーカ引いいてください個々の材やサービスの変動価格変動を平均して 次総合的な価格、物価水準の動きを示す,数で示す指数で表すため物価指数ともいわれるここまでアンダーラインを引いておいてくださいですからその上の行に書いてある通り1.68とか168っていうように指数で表しますよと。 そうですね平均ということはもともとの数字が平均値となったりしますからそして指数じゃあここで皆さんが考えていただきたいのは出てくるのがこの基準っていうところですね基準基準に対して基準年度という言葉が出てきますちょうどこの2のところにじゃあこの基準って何ですかっていうのをちょっとこちらで見ていきますとまあある国である国では何かっていうとこちら基準の年度っていうのは2000年とします。 ある国では基準の年度は2000年そしてそんな国儲からないんですけれども、まあ、一応そういう国があってすると100万円で10台を1年間に作るっていうことはそれ以外作ってない国ならばその国の GDP また後で勉強しますけどね国内での総生産ってどのくらいですかっていうのをうざっくり考えていきますとこれお,およそ1000万円ってなりますねまあ他にいろいろ控除するような科目も出てくると項目も出てくると思うんですがまあ見ていただきますとまあここではイメージとして GDP 全体に100万円で10代ということはここでは1,000万円と。 GDP、国内総生産、今から勉強しますんで、ちょっとね、わからないなという方は、ここちょっと保留していただいても結構です。また戻ってください。はいでそして、まずこれは OK だと思います。で、ここを基準の年度にしましょうと。そういうふうに考えていくわけですよ。ここを基準の年度にしましょうと。で、今はどうなんですかと。今はどうなんですかというお話です。すると じゃあここはどうなのかというと2018年は2018年120万円になりましたなぜか車の値段が高くなったんですね高くなったそれはなぜかっていうと、まあ、世界中でこう人口が増えて車を欲しいっていう人が増えた、まあこんなふうにあの仮説と仮定しておいてください仮定としてね。でそうすると こちら120万円で10代っていうことはこれどういうことなんですかっていうと1200万円とこうなりますはい 1, 万円になりました GDP がね GDP が1200万円これ上に GDP と書いていきましょうはいでそう,しますとそうしますとここで皆さん注意していただきたいのは 1, 1,000万から1,200万になったのはどうですか生産量が増えたのか生産量個数ですよねが増えたのかそれとも金額が高くなったのかというとこれは金額が上がりましたね100 120万万から120万円に金額が上が上りましたよとはいですからそこで考えていくとまあ確かにものの価値っていうのが上がりましたじゃあ基準年度を 万万円とした場合に万物価だけで物のこちらの値段だけで見ていくと100万から120万ということは基準に比べてこれは1.2倍になりましたよね。1.2倍になったここからここは物価が1.2倍になりましたこういうふうに物価質を考えます。 よろしいですねじゃあさらにつなげて今回は名目と実質の中に入っていきますとせっかくこちら行きましたんでこの基準に対して上がりましたじゃあこれは名目 GDP なのか実質 GDP なのかというとここで考えていくこの GDP1200 万というのはこれは名目ですよね。名目と 名目丸しますなぜ名目なんですかっていうと名目というのは金額ベースで考えます名目こちらテキストの中にも書いてありますよねでアンダーラインのポイントいきましょう括弧7の一行目後半部分ですね名目値とははいここからマーカーです名目値とは対象となる時点の価格で評価した金額と書いてありますのでまずそこをマーカーですから 時点の金額だからここだけ見ましょうここだけ見ると1200万円ですよこういう形になりますさあここでもう一つだ実質って何ですかといったところを見ていきますと、まあ、これずっと読んでいくといろいろ書いてありますじゃあ実質値とは何ですか 名目値をとちょうどそうですね上から1、2、3、4、5、6、実質値とは名目値を関連する物価指数で除したものでありますよ、はいここマーカー引いておいてください、ーーその次もマーカーです、実質値に修正する際に用いられる物価指数をデフレータ。 というはいここもマーカー引いといてくださいはいよろしいですねアンダーラインのマーカーですねここまでまずは覚えていくじゃあもうちょっと簡単に言いますと今名目っていうのは何かっていうとこれ金額ベースなんですね金額その時の金額だから物価も全部入れちゃいますよね物価っていうか物の物価のね上昇率も全部入れて1200万円にしますそしてじゃあ実質 GDP っていくらですかとはい ここで実質を見ましょうとちょっと横に書かせてください実質 GDP っていくらですかとこれは今度は個数は変わってませんよねと個数は変わってませんですから個数は変わってないので実質 GDP は個数変わってないからその時の基準の時のこちらはい 基準の時の価格で考えたら個数変わってないから1,000万円ですよとこういうふうに考えるわけです1000万円ですよと、はい、じゃあその名目と実質の違いよろしいですね個数が変わってないならばその基準の時の価格に今の個数をかけるというところ基準の時のこちら価格に今の個数をかけるとイコールで 実質 GDP1000 万円という形になりますだからものの個数単位で考えていくのが実質という考え方ですすかなりイメージ化してますよ皆さんの理解を促進するために初めての方も個数だなとはいじゃあそして続けていきましょうじゃあ GDP デフレーターって何ですかというと名目 GDP を実質 GDP で除すことによって算出されるこの式必ず覚えてください。 最近式の分子と分母を変えて間違いを探すような選択肢出てますのでこれ要注意まずは分子が何かというと名目 GDP ですからまずデフレーターはそうですねイコールちょっと下になってすいませんね名目 GDP が分子なのではい万がきます色そのままこれがそのままきますのでちょっとこちら消しますと1200万円と。 でそして分母がこの1,000万円が来ますので分母が1,000万円と。はい、でそうすると、はい、GDP デフレーターは1.2ですね1.2。じゃあこの1.2っていうのをどうやって使うんですかとどうやって使うんですかと言ったときに今ちょうどあの7番でアンダーライン引いていただいた箇所あるじゃないですか。 ちょっと見てください実質値に修正する際に用いられる物価指数をデフレーターというでその時に実質値とは名目値を関連する物価あの物価指数で除したものであるって書いてあるんですね除しっていうことは割るっていうことなんでじゃあこいつを使わなきゃいけないのかなとじゃあ名目を物価指数あ,あごめんなさい名目を実質に直す時にはさこれを使ってこれを使って除すっていうことは 一千二百万円を割る一点二これ使いましょうとなるとなると一千万になりますよねこれよろしいですねですからこのデフレーターっていうのはこういう形で一点二を使ってこの ごめんなさいね混み合っていてこの辺がよしでそれで計算すると実質値になりますよと、まあ、この辺がこう入り組んでいますけどそういう関係で皆さんインプットをしていただきたいはいよろしいでしょうかねここまでできればほぼほぼまずは物価指数の基礎部分の攻略は OK になりますじゃあ続いていきましょうじゃあインフレとかデフレ、ねまあ、そういう言葉がよくよく出てきますのでその時に皆さんがインプットしていただきたいのは 考え方の基準は一円で何枚必要ですかと。ここなんですね。まずは皆さん考えていただきたいのが。その考え方の軸です。一円。何枚。さあ、考えの軸ですね。インフレもデフレも。いきます。じゃあ、まずはですね。この二つの市場があるというのを前提で考えてください。二つの市場があります。財市場と貨幣市場。 これがありますよとで、この経済学の考えっていうのはまあ、皆さん財市場貨幣市場とあまり普段の生活で考えないですよね普通はなんか一つの市場かなって考えるんですけど頭のいい学者さんは分けるんです分けてそれぞれがどういう関係性を持っているのかとこういうふうに研究していくのがまあ、そういう学者さんなんですねで、そうするとまず経済学の中では財市場と貨幣市場これ2つに分かれます そうすると財市場のの中っってていうのは物物売ってますよね財ですからそれを評価する価値を評価するものが先ほど学習した物価ですだから物価が1.2倍になるっていうことは物の価値が1.2倍になりますよ要するに価値が上がるということじゃあこちら貨幣価値は何かっていうと貨幣市場の価値は例えば貨幣価値っていうのはそうですね利子率で表せます利子率そうですね皆さん100万円を誰かに貸しますよね 百二十万円を返してもらう。まあ、利子も含めて百二十万円を一年後に返してもらうのと。二百万円を返してもらうんだったら、どっちがいいですか。百万円貸したら、それ二百万ですね。それはじゃ、なぜ二百万なのかっていうと。百万円っていう元本、もともとのお金に対して。二十万円の利子がつくか、百万円の利子がつくかじゃないですか。それはすなわち。 その時の時価値になってくるわけですよねそれが利子率の考え方だというふうにインプットしていただきたいと、はい、でそうするとじゃあそこは一旦置いといてそれぞれのこちらの市場っていうのは経済学の学者さんは表裏一体だと考えるんです表裏一体だだからどちらかが上がればどちちららかかが下ががが上れば下る、まあ、それをこう言い出したのがどういう学者さんかっていうとワル・ラスっていう方なんです。 昔の学者さんでワルラスっていう方が表裏一体なんだよとだから片方を分析すればもう片方は逆なんだよみたいなねそんな考え方になりますはいじゃあそれをちょっと今回見ていただきますとインフレーションさあ1行目アンダーライン引いていきましょうインフレーションとは物価水準の上昇が続いて貨幣価値が下がっていく状態ここまでアンダーライン引いておいてください状態と。そうするとバナナが バナナが100円だったのが140円になるっていうことは140円になるっていうことは1円玉が100枚から140枚必要なわけじゃないですかですよねそうするとそれは何を意味するのかっていうとここも言えますすよよねここポイントなんですよ物価が上がるっていうことはさあいきますねじゃあ先にまあインフレーションはどちらにしましょうかねえっと赤にしていきましょうかインフレーションは赤で書いていきますすると物価 価が上昇するっていうことは、貨幣価値が落ちるということです。ですから、バナナ一本買うのに、バナナ一本買うのに、一円玉百枚の時から。一円玉が百四十枚必要だということは、百四十枚必要ってことは。ね、一円の価値が落ちたから、それだけ多く必要になったわけですね。こういう意味で、インプットしておいてください。 よろしいですかですからこの四角の中物価上昇貨幣価値低下っていうのはまずここもマーカー引いていただきたいこの四角の中は特に重要になりますで続いていきましょうデフレーションまずはアンダーラインマーカーのポイントですね1行目デフレーションとは通貨量の縮小に伴い物価水準が低下していく状態であるこういうふうに書いてます。 でこれ私あえて通貨量と絡めましたなぜかというとそこが試験に出る肝になるからですじゃあ今のマーカーのポイントをちょっと説明していきますとまず物価ありますよね物価じゃあ物価がこのデフレっていうことは下がるっていうことじゃあ貨幣価値が上がるとこうなりますよねこうなりますすると通貨量の 縮小に伴い物価水準が低下ってなぜ通貨量なのという話になってくるんですよ。いう話になってくるんですよ。じゃあこれはどういうことかというとじゃあ物の価値財も貨幣市場も価値って何で決まるかなと価値って何で決まるかなっていうとこの経済っていうのは相対的希少性ってこれありましたよねちょっと前のところで資源の相対的希少性ありますよね。 欲望はたくさん増えていくんだけど資源は相対的に希少になる。ということはここですものの価値っていうのはお金も物価も同じように希少なもの少ないものほど価値が高いと。はい、この関係性ですね。 少ないものほど価値が高いというところが経済の原理原則になりますこれインプットしておいてください必ずどっかに書いておいてくださいテキストのこの辺のデフレーションの横あたりですちょっと空欄ありますからちゃんと赤ペンか何かでギュッとまあ今黒で書きましたけどはいでそしてじゃあここでなぜ通貨量なのかっていうとここで出てくるのが通貨量の縮小ということはこれ貨幣価値上がりますよね 通貨量を量ですよ通貨量を縮小していくっていうことは希少になることですよね例えば通貨量が1兆円あったのが5000億円にずっと縮小していきましょうというと貨幣の価値は上がるんですよ上がるなぜ上がるのかというと例えば銀行さんの手元の通貨もなんか減っていくわけじゃないですか ちょっと少ない通貨を貸すと皆さんもそうでしょあの例えば皆さんが一万円あるときに百円貸すならまあいいかなと思うけど百円あるときに百円貸すって結構気が引けるじゃないですかえ俺百円しかないのに百円貸すのかよとその時にはいや本当に返してくれんだろうねとかねいや返す時にはそうだなテンパーセントぐらいつけてよとかまあそういうふうになるじゃないですか気持ち的にそれと同じです世の中の経済は希少なもの,の価値が高いすなわち通貨量が 小さいっていうことは希少だから価値が上がる価値が上がるから物価があごめんなさい貨幣価値が上がる貨幣価値が上がるっていうことは裏側の市場は価値が下がると言ったところになりますじゃあここでここだけはちょっと最近の最近っていうかね今のこの経済を絡めさせてくださいじゃあ皆さんここで出てくるのが物価が下がるとこのデフレスパイラルっていうのになりますよね ままずアンンダーラインからいきましょうデフレスパイラルとは需要の減退物価の下落企業の採算悪化リストラによる人員整理そして所得の減少消費の冷え込み物価の減退物価のあつながってるなという形になりますねここずっと2行という形でデフレが進行するまでアンダーライン。3行目の デフレがさらに進行するまで1行目からアンダーライン引いておいてください。丸3のデフレスパイロルこれすごい重要ですでもう一つ先にマーカー引きましょう需要不足失業ここアンダーラインその次の行そして循環的失業ここアンダーライン引いておいてください、はい、まずアンダーライン引いたらじゃあデフレは良くないよねって書いてありますじゃあ皆さんがこうね日銀の総裁だったらデフレをなくすためにどうしたらいいですかデフレををなくすすたたためにには物価を上げいいです、ね、この状態に持っていきたい でもじゃあ皆さん高く売ってくださいねって日銀の総裁が言ったってそれは企業売りませんんよよ別に下がる必要ないもんですよねじゃあどうしたらいいのかっていいますとここでこっちをコントロールします金融政策という形で右側をコントロールじゃあここでこの青からこちら側にしていきたい貨幣価値を落とすためには何をするかというと通貨量を増やす大きくすればいいよねと。 じゃあ大きくするためには何をするのかというとここで後でまた学習しますが金融の緩和策を行うとこういうロジックなんですね。まあ、それがじゃあ 必ずそうなるのかっていうとこれは理論的なお話であってななななかからいいっていうのが現実経済ですだから現実経済とこの理論の経済っていうのは100%一緒というわけではないと。だけど理論的なロジックで言うとこちら金融緩和策をやると通貨量が増える通貨量が増えるっていうことは何かっていうと貨幣の価値がここで落ちます。貨幣の価値が落ちるっていうことは こちら何に繋がるのかというとこちらに繋がって物価が上がるとだから物価が上がってデフレを脱却できるでしょという話になってくるわけですはいよろしいですねこの流れがデフレスパイラルの逆側に持ってきたいなと国は思っているとはいただしょうがない今はデフレスパイラルなのでここの定義しっかりと覚えてくださいデフレスパイラルね需要っていうのは皆さんが物を買わなくなる買わなくなるとどうなのかって安く売りたいと企業は思うんですよ で安く売りたいで安く売ると企業の再産は悪化すすするじゃないででかそうですね商品が100円のものが80円で売ったら20円分採算が悪化するすると人件費払えなくなるからリストラしなきゃいけない人件費払えないから利益出すためにはリストラするするとリストラされた人リストラされた人はお金減りますよねだって職がないからそうするともっとこう消費が冷え込むいやもう来年のお給料見込めないからちょっと買うのは控えようと。 こうなってくるそうするとまた買う気持ちが減るから需要の減退物価の下落でデフレが進行するこれがデフレスパイラルになりますはいじゃあ続いていきましょう10番目これはもう式です経済成長率と寄与度・寄与率式ちゃんと覚えてください間違えそうなところマーカー引いていきましょう式の四角の中ですねここ見てください分母の前期の GDP はいマーカー引いてくださいここ間違えます でこの式のよし悪しで選択肢選ばせる問題結構出てますのでちょっと注意していただきたいと GDP 成長率の式の前期です前期から見てどうなのかと今期がどうなるかっていう形で考えるので分母が今期だったら良くないわけですよねですから分母は必ず前期というふうにちょっと覚えておいてください、はい、でそして起用度っていうのも何かっていうとこちら。 はい同じですね前期の GDP ですただ分子がちょっと違いますよね清度っていうのは何かっていうと後でまた学習していくんですけど例えば外需外需っていうのは外からの需要ですからまあ、こちら輸出になります外需っていうのは輸出まあ、日本は輸出が多い方がいいわけですよね加工貿易国 なんか昔社会日本っていうのは加工貿易加工して付加価値を乗せて物を輸出して設けていくとそういう国ですよと、ね、ですから加工貿易国の日本としては外需が高まった方がいいとじゃあその外需輸出が増えたっていうのがどれだけこう寄与したのかっ、ね、ていうのを式で見ていきますとこちらまず前期の分母これは絶対覚えておいてください。 まあそこをもうしっかり引いていただければ、あとは今期の外需から前期の外需を引くっていうことは、G. D. P. 成長率の式の、あ、応用なんだなというふうに思っていただければと思います。そして下側寄与率、はい、増加率で行いますので、はい、分子と分母、これ両方覚えていきましょう。まずは分母が G. D. P. です。だから G. D. P. に対して、G. D. P. の寄与、あ、増加率に対して。外需がどれだけ増えたのかっていうのを考えていきます。 じゃあ何なのかっていうと外需が増えれば外需が増えれば何が増えるのかっていうと GDP。 ちょっと下になってごめんなさいね GDP の増加につながるという形になっていきますこれまた後半のマクロ経済学のところで勉強していきましょうねはいじゃあそんなところになりますであと11番はあの見てみて,てください皆さんの中で11番はもうこれ皆さんと一緒にですね需要曲線供給曲線はちょっと先に 前の学習でこう私書きながら説明したかなと思いますんでこれはもう皆さん読んでいただければ結構ですでポイントは何かっていうと需要量とねこの買いたい人々は我々ですね買いたいと思う財の数量と1行目に書いてありますねそこはしっかりと間かいらないですけど一応読んでおいてくださいはいでそして供給量とはって言ったところの「丸に」「供給量とは財の価格のある水準に対して人々が 売りたい売りたいと思う財の数量まあ人々っていうよりはまあ人々大きく含めていくと企業も入ってきますよと、まあ、こんな話ね、まあ、そんなところが需要と供給でその均衡点が PEPE PE っていうのは均衡する価格というふうに大体示されますでそして図表の中のこの QE 均衡する数量というふうに示されますはいじゃあそして需給ガップこれ出ましたね試験にね これは29年に出てます。で、これは式、アンダーライン引いていきましょう、丸三の一番下、GDP ギャップ、はい、ここマーカーですね、GDP ギャップイコール実質の GDP マイナス、次のページ、潜在 GDP 割る潜在 GDP、この分子と分母ちゃんと分かってますかっていう問題です。だから簡単、式さえ覚えていれば、1秒で解ける問題です。こ、は、こ、い、こちらはですねじゃあここ GDP ギャップのマイナスは供給に対して需要が不足していることを意味するここまでマーカー引いていきましょうここまでマーカー引いていきましょうねはいでそして次もマーカーなんですここ非常に試験出たので重要です潜在 GDP って何なのとこうなりますね潜在 GDP っていうのは過去のトレンドから見て平均的な水準だから国の中に設備とか土地とかまあいろいろあるわけじゃないですかこの GDP この生産をこうね増やしていく国内総生産を増やしていくそういったこの設備とかってあるんですよでその辺をしっかりと考慮して見た時にまあ生産要素ってそういうことですね人口とか人とか設備とかまあそういうのを見た時にまあ実現可能な GDP だから例えばまあ,ある国でね GDP が10兆円だったとする。だけどいやその国にある機械とか。 人とかフルに活用すれば12兆円出るよねっていうことはまだまだ2兆円伸びる余地がありますとこんなイメージ今は10兆なんだけど実際にその国にある設備とか人をフル回転させればまあフル稼働させれば多分12兆いくよねとねそういう話でその12兆が潜在でで10兆が今現在の GDP ですね だからこの差は何ですかっていうとこの差は2兆円2兆円っていうのはまあ潜在能力がありますよとよく陸上でも言うじゃないですか、ね、あの9秒台出す潜在能力あるんだけどなかなか本領発揮できないと。ね、でそれで9秒台 出出るわけです、ねまあ、出たわけけででですすねねたよ実際には日本人もそれは何かというと9秒台を出すっていう潜在能力はあると経済も一緒です国の中で潜在ね GDP といった潜在能力はありますよといったところを考えていくだからこの GDP ギャップっていうのは、まあ、試験にも出ましたよといったところになりますあと12番経済学の用語はそれぞれ皆さん見ておいてくださいということでまずここまでの内容は終了と。 またあのホワイトボードを切り替えて続いての内容に進めていきたいと思います。じゃあ皆さんしっかりとこちら映してください。よろしくお願いします。